前回の続きでございますね。宮崎市ですね。ネットカフェからスタートしていきます。1月3日ですね。この日はね、レンタカー輪行になってしまいます。青春18切符の使用期間中にね、東京に帰らないといけないんですね。宮崎駅のね、そこから中の自転車で行ったところにある判断ネットカフェから考えて考えてスタートして、これしかないなって、この川の対岸に宮崎空港があって、宮崎市内のね、そこのレンタカーがね、空港借りられることが分かったんで、自転車でそこに向かっている。1月3日ですね、お正月でございます。12時間のレンタル期間中に宮崎県のね、なるべく多くのね、市と町と村に行けたらいいなと思っているんですね。本当は全部自転車で回りたいところなんだけども、まあ路線バスとかね、日本本線とかね、各駅停車の本数が少なくてですね、レンタカーで回った方がね、効率がいいんですよね。仕方がなくてね、いろいろね、うまく今日中にね、回りたいところ全部回れたら、鹿児島県のね、種子島と、鹿児島県でいっぱい時間使っちゃったんでね。車を借りましたね。これからの映像はですね、車内でね、いろいろ声を出して話しているので、ナレーションはなしということで報告していこうかなと思っております。レンタカーに乗り込む前のチェックでございます。念のためでございます。一応念のためにOK。 そんなこんなで今日一日はレンタカー買い手の宮崎県内の乗り倒しです。まずはね、組富町の方に向かっていきたいなと思います。車に乗ったような隙がついた今、僕は7時45分、だんだん車に慣れてきた。安全運転でね、ドライブをやっております。宮崎県組富綾に向かっております。国富っていうのかな、そう、あとね、綾か、組富綾香ちゃんのところにね、今向かっております。なんて読むのかわかんないんですけどね、とにかく向かっております。国富町に入っていくようでございますね。国富タウンでございます。国富というところにここから入りますよ。国富、この次に綾香というところ、国富のね、ローソンの前の国富なんとかた、あやっていうところに向かいますね。次の交差点でね、右に曲がる。そしてね、あや町というところに入っていくようでございます。あや町に入ってしまいました。本当はね、こっちに川があってね、川の向こうから入りたかったんだけどね、まっすぐ来て入っちゃいましたね。着いたら今僕はここにいた、あやというところのね、マリューバーマックスバリューの駐車場にいます。あやというところにいます。あやあやという場所のね、マリューマックスで買ったのはこれでございます。ちょっと小腹が空いてて、トイレも行きたかった。そしてね、また国富町の中を通り抜けていきます。
綾というところから一旦国富というところを通ってですね、生徒西東っていうところ、西都と書いて、なんて読んだ、生徒かな。そしてね、西前だっけな、なんとか前っていうところに向かっていくんですね。先日吉野のね、友禅っていうところ行ったと思うんですけど、そこの隣なんですけど、前なんとかっていうところに行くんですよね。そして西都市、なんか西都市とか言ってるけど西都市だと思うんですけどね、ここを通り抜けていきます。西都市に入りました。西都市、西の都と書いて西都市、宮崎県に入りました。気がついたら今僕はここにいた。宮崎県のね、西都というところをね通っておりますよ。ちょっと北上してからね、西のね山の方に向かっていこうかなと思っておりますね。次の国道でね、左に曲がっていくんですね。24号線という西都町かな、その中ですね。西都市ですね。西都市、ちょっと道迷いながらね国道に出ようとしております。まあ、大体方角的に合ってるので問題はないですけどね。一応県道24号線でございます。宮崎県のね西都市のね山奥に入ってきましたね。国道でございます。このまま行くとね吉野の方に行くんですよ。熊本県のね、その手前に米西かな、まあいいや、いいねこの景色。宮崎県のね、西都町っていうところかな。もう本当にこのね谷間のね山のね木々にね日光が当たると綺麗なんですよね。まあ1月なので紅葉でもなければ新緑の季節でもないんですけどね。219号線でございます。